ビールが美味しい。パパはさ、パパはさ、合計5000円くらいだったんだよ。何が？誕生日プレゼント。イーシャンの？うん。うん、これの全種でしょ？キングダムハーツの全種でしょ？5、6000円くらいだったんだよ。うん、ママ1万4000円くらいしたんだけど。何が？イーシャンの誕生日プレゼント。あのデゴマリオのやつ？そんなすんの？1万3800円くらいだ。いいじゃん。どういうこと？いいじゃん。いいじゃん、えぐいね。倍以上じゃん。だそれそうだよ。だってママの方がお金持ってるもんな。ママの方がお金持ちだもんな。そうそうそう。見た。ママの方がお金持ちだもん。ママの方がお金持ちだ。デリー後で食べよう。はい、初の富山ブラックラーメン。おー、美味しそう。うまそう。もう匂いが。うまそうだね。パパこれ。で、ママが。お、ママもまた違うなんか色がね。豚骨煮干しラーメン。うーん、ママのうまそう。ちょっと一番出るのはやっぱこのブラックなんだって。じゃあ、はい、いただきます。美味しそうだね。ちょっと食べてみよう。うお、早く食べてくれ、俺も食べたいから。おいしい、おいしい。いや、同じだから。いや、同じだから。やめて。おいしい、おいしい、おいしい。ママはおいしい。うん、重そうだね。いや、重くないよ。プライベートパックマン。どうすんの、そのパックマン。飾るの？飾るよ。シーシーとウィーッつって遊ぶんじゃないの？違う。飾るよ。あとはスポーツ。これパパのところに飾った方がいいんじゃないの？パックマン。これストップモーション撮りたいんだよ。カシャカシャするやつね。むさぼってる。いいなこのスタジャン、かわいい。マジで。これなん、あ、ラボット。ラボット。はい、あの家族のラボット。目がキョロキョロしてる。はい。あ、おじいちゃん。大喜びじゃん、シーシー。あ、もし許せる。あの100日ご返金キャンペーンとかやってる。100日ご返金ってことは、100日使ってみて、うんって思ったら返金そうです、はい、できるってことです。あの、基本的にこれ、ラボットが本体はまあ34万。34万だって、はい、いいじゃん。月々まあ1万7000円くらいするんですけど、うん、その料金も含めて全額ご返金します。へー。で、あの、かかるのはラボットを送料、まあ、これ、送料だけです。へー。はい。そして、まあ、お客様で買っていただいてとなりますね。かわいいね。はい。重いのかな？ちょっと重いですね。はい、まあ、
と思っていただくと布団サイズ。はい。どんくらい重さ？赤ちゃん。赤ちゃんぐらい。CC より軽いでしょ。うん。あ、めっちゃ可愛い。はい、かわいい。じゃあママも触ってみる。やべ、めっちゃ癒される。あ、癒される。確かに結構重い。はい、持ち上げると。4、5キロぐらいですね。バイバイってバイバイって。うち犬飼えないからね、飼ってもいいかも、ね、ああ、そう、絶対飼えないねえ、ペット飼えないお家はねお兄ちゃんが動物アレルギー持ってるから、あ、ぜひぜひね、そういうのね考えてみたら。そうだね。うん、シーシー、可愛かった？こっちこっち、ご利用ください。そのうちさ、ねえ、そのうちさ、ドラえもんとか作ってそうだよ。どれ買うの？ほんと綺麗だね。ねえ、2つ買おうかな。どうぞ。パパはもうお腹いっぱいで入る隙間がない。12番の1番にします。ああ、落ちた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 。ほら、言わんこっちゃない。だけど開封なしだからね。パックマンはプライベート。いやいや、それはイーシャンが買ったものだから。